素手タイム、よいしょ、1キル。まあ、腕振る速度は速いからそこそこ大丈夫なんじゃないか。唐突ですけど、皆さん究極の鬼畜縛りって何かご存知でしょうか。まあ、大半の方はフラグとか、ナイファーって答えると思うんですけども、実は BO3 の頃フラグだとか、ナイファーで1を取ったことがありまして、でそれこそ今作ワールド O2 でも1を取ったことあるんですよ。だからどのロビーでも毎回取れるわけではなくて、鬼畜ではあるんですけども、そこそこロビーが弱ければ誰でも簡単にね、ナイファーで1取れるんですよね。ただ BO3 市場というかコード市場、1回もね1取ったことない縛りがありまして、それが私素手なんですよ。本当に素手縛りだけは勝てなくて、今までの BO2 だとかゴーストってやっぱ距離を詰めてナイフを振るよりも、銃で撃った方が早いからってことで、近接ナイフ、普通の武器を構えてたとしてもナイフを展開して、ワンショットワンキルというか一発キルだったんですけども、AW を除いたブーストゲーからは距離を詰めるのがすごい簡単だからってことで、殴っても、一発で死なないよっていうのを、ちょっとバランスとしてね、取り入れてきて、でそれがワールドオー2の方でも継続されてるんですよね。なぜか後ろの部分でカチコーンって殴るのが、今作も引き継いであるんですけども、これよりも、弱い縛りプラス、今作なんと素手が使えるということで、まあ、タイトルにも書いてある通り火炎瓶を持つと素手で殴れるんですよね。スコアストリークの、火炎瓶を持つとなんと、素手で殴れるということで、しかもそれが伸びない&後ろからでもバックスタブ一発じゃないんですよ。重装だった場合後ろから殴れば一発なんですよね。ちょっと待ってよ、どこいるかな。こうやって待って、お前じゃない、こういう形で後ろ、あ、こういう形で後ろ、おい、こういう形で後ろ、こういう、こういう形、は？硬くねえかお前、こういうか、は？でも硬いって、こういう形で、こういう形で後ろからたまに殴るとシビアで死んでくれるんですよ。それすら、そのバックスタブすらもできないのがこちらの、はい、素手縛りということで、伸びないんですよ、まず。ほら、見て、当たったかどうか分かんないぐらい、さっきヒットマーク出たんですよ。っていうぐらい、わかんないぐらい、伸びがない。そして、後ろから殴っても一発で死なないっていうのが、こちらの、火炎瓶を握った状態の、ワールドオーツ版素手縛りということで。これがね、弱い、本当に、もうどうしようもない。皆さん知ってました？これ、火炎瓶で殴れること。殴れることは知ってても、使ったことないと思うんですね。これでキル取ったことないんじゃないかな、本当に。っていうぐらい、本当に弱いので、ちょっと、使ってやっていきたいですね。ちょっと待てよ。ただ、さすがにちょっと甘えたいので、ハードコア行ってよろしいかっていう。ほっほっ、待って、やばそう。伸びない伸びない伸びない、よーし、1キル。キルした爽快感がないんだよね。ザクっていうのもないし、ガッっていう、そう、音がないんだよね。拳が速いよね。BO3 より速いっていう。本当に、未来超人より速いってどういうことって、ほら、後ろから殴っても一発で死なないんですよ。そう。未来超人より速い素手縛りくん。本当困惑ですね。 BO3 とか IW よりも拳振る速度が速いっていう形で、本当にね、ちょっと面白いですね。それでは早速やっていきましょう。ハードコアフリーフォールということで、まあ、ちょっと今回は勘弁してください。まあ、次回からコアモードでやるんで、とりあえず今回私自身がこの火炎瓶がどれぐらい弱いのかっていうのが、熟知してないので、とりあえずこう腕鳴らしということで、で最初はちょっと火炎瓶出すまでは銃を使ってって感じでやっていきましょうか。オードナンス入りの、こちら PPS1 やっていきます。とりあえず火炎瓶出すところまでは普通にやりたいんだけど、シップメントっていうのがなかなかな。あー怖い、待って、それやばいって、どこにいるかわかんねえな、お前どこ行ったあいつ、おい腰打ち、おいほっ、ダブル、あーシャッカン1キルさせていただいて、見るか、いたな、2キル目させていただいて、どうせここいるだろう、オッケー、火炎瓶出たね。さあやっていきましょう、素手タイム、よいしょ、1キル。まあ、腕振る速度は速いからそこそこ大丈夫なんじゃないか。よし、いいね、1111、いいね、シップメント、待って、やばそう、あ、あー、このまま詰めていって殴る。さあ一気に距離を詰めていきたいね。え、待って、これ消え虫とりあえず出そっか、消え虫出してこのまま流れに乗って、あ、待って、いるいるいる、バレてるバレてる、んー、オッケー、キルしたかどうかわかんねえもんな、これ消え虫投げた、おい後ろ、ここいるかな、いや、そっちいる、待って、目の前リスポーンダメですよ、うわー、待って、まただよ、究極の鬼畜縛り、このまま詰めていきたいね、流れに乗ったの一瞬だけだ、お前よくも取りやがって、お前よいしょ、いやー、そっちから来たか、やばいな、四方八方いるからすごい困惑しちゃう。とりあえずここ入って、そこです、オッケー、ハードコアだったら最強かも、
知れない、あーそこいないな、風待ちした方がいいんじゃないか、いる、殴りたい、その奥どうせいるでしょう、まだ2人いる、うやばそう見てはいけないものを見てしまった気分だ、機銃照射来る、逃げたい、ここ入ったふりして戻って逃げる、いやーお前行きたい行きたい、そこ行きたい、生き残りたい、まんで後ろ、いやー迫撃砲多いっすね、うーん、はあ、また後ろ入ったけどいるね目の前、いやバレてる、火炎瓶の引き入れ、ホイールあたりが強そう、ここはいそう、こんにちは、オッケー、いるね、ほっ逃げつつ殴る、あーいるね、負けないんです、オッケー、隠れたふりしてそのまま、うんー借款には勝てないんですよ、いやさすがに無理だ、いやー心はやっぱさすがに露骨にひどすぎたな、えけどやっぱハードコアだったら多分ナイファーより強い、うん、伸びはしないんだけども、フルモーションが早いっていうのと、あと刺すモーションがないんで、次にそうパッパッパっていけるんで、そこら辺はすごい強みなのかなと。これコアモードだったらひどいだろうな。さあやっていきましょう、フラッグタワー、いやこれちょっとコアモードで使うの楽しみだな、いややっぱ鬼畜ほどやっぱ燃えるものはないよね、もうナイファー1位は取っちゃってから今作はもういいんですよ、特にシップメントみたいなナイファー専用モードが来てくれたので、多分普通のコアモードだったらそこそこ強いはず、普通のコアモードだったら多分ナイファーはねもう満足しないんで、やっぱりこれぐらいの縛りをしてなんぼでしょう。さあやっていきましょうか、クソ外国人うるさいなを、とりあえずオードナンス入りの PPSH でパッて出してやっていきます、レディーゴー、おるか、どうせおるやろそこ、はっ、はいや、いたな、とりあえず一定の箇所で、うわそれ無理だ、そのフラグのさ警告が出るのが遅いからさ、ハードコアだとそれがちょっと辛いところはあるよね、殴るいるかな、こっちはいた、危ねえ、ザイリッシュ美味しい、 PPSH 握ってそこいるね、大丈夫そう、いる、こんにちは、よし火炎瓶出た、さあやっていきましょうか、火炎瓶でのナイファー縛り、だってここにこもっとけば大丈夫そうな気がするんだけどな、でも火炎瓶の光でこれバレるんだよな、怖え怖え、誰か来てくんねえかな、ここいた、バレそう、行って距離冷たい、そこです、おい目の前死んだ、やばいやばいやばい、死んじゃいますよ、ふっほっ、まだ1回は当たっただろ、そのな当たり判定がおかしいのもこの火炎瓶特有のクソ判定、上登っていっている、ナイス1キルで、これ光がさ本当に燃えてるからただ目立つだけなんだよな、後ろから刺していこうか、後ろから刺したいよ、殴る殴る、オッケー、そこ、あーここ隠れとこ、いるな、そこです、はぁー、待ってナイフ振るよりも先に撃つ方が早いってどういうこと、タイミングでしょ、ここ入っていますか、いませんね、こっちから戻っていこう、そこです、いやもうお前最低、殴るより先に撃つってどういうこと、これハードコアでもハードコアの方が鬼畜かもしんない、体力がないから、中入っていってその角待ちとかしてるやつを裁く方が強いんだ、はマジで俺の獲物、貴重な獲物奪いやがって、お前そこだろ、オッケー、でこっちから来ると思う、はぁ後ろ、投げ物対応していこう、投げ物、あこれ投げ物投げれへんわ、やばい、投げ物投げるのにさ一回装備戻さないといけないかもしれないっていう、いるね、1キルして後ろから刺していく、で登ってこのまま流れに乗って、そこです、空挺部隊もワンショットワンキル、もうちょっと移動速度欲しいよな、爽快感頼むよ、そこです、はっいるね、はっ無理だそれ、やばい、うわ待って、目の前リスポーンしたいんな、後ろから刺します、もう最近21歳拳でっていうネタ聞かなくなったよね、やばい21歳拳、はぁ 近距離で近接負けてしまうとどうすればいいんですか、私は、いるな、投げも投げて、いるいるいる、21歳拳、いるな、21歳拳でビリだけは免れたい、21歳拳拳、あー待って、お前が殴る方が早いってどういうことやね、いやおかしい、アドバンテージを生かせられてない、悲しいな、とりあえずまあ今回は火炎瓶持つと、まあ、一応殴れるんだよと、殴れるんだよということで、まあやっぱ振りかぶりはやっぱ早いんですよ、まあ、そういったところ超激怒な敵とかだった場合、普通にナイフを振るよりもこの武器を持ってた方が、プラスの時がありますので、よければ火炎瓶持ってた時の戦略の一つとして、入れてみてはいかがでしょうか、絶対入れねえ、またね、コアモードでのナイファーだとか素手縛りやっていこうかなと思いますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします、それではご視聴ありがとうございました、ふっ、おっ、よいしょ、あいつスナイパーライフォン、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 あいつだ、出会ったら攻撃中、あんな言えばお前、あれ完全に出せない、出せないのか、いや希望来い、フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お倒した、池田やった、これ何何これ、何スパイダー、雲の皮、あ、ちょっと待ってください、やめろー、何を聞いたんだ。
動かない。駐車止め。おーっしゃ、マジで嘘。お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。